こんにちは、荻原次治です。さまざまなスポーツを科学的に分析するこのシリーズ、今回はロードレースを取り上げます。 42.195 キロを一人で走り切る競技マラソンや、何人もの選手がたすきをつなぎ、時には合計200キロを超えるコースを走る駅伝などをロードレースと呼びます。2007年に初開催された東京マラソンも大いに盛り上がり、ロードレースはより身近なものになってきました。しかし完走することさえ容易ではなく、陸上競技の中でも特に過酷な種目と言われています。過酷さゆえ生まれる壮絶なドラマ、そのドラマの発端となるポイント、すなわち勝負の分岐点はこんなところにあると言われています。それは給水、そして坂道。勝敗を大きく左右すると言われる2つの重要なキーワード、給水、坂道に注目してロードレースに迫ります。長い道のりを走り切るための命綱、給水。スペシャルドリンクの正体とは。疲れ切った選手たちに追い打ちをかける坂道、その難所をチャンスに変える走りとは。前傾してない、前傾してない、回転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 。ロードレースを制するための鍵となる2つのポイントに科学の力が迫ります。今回荻原さんは陸上競技の名門順天堂大学にやってきました。2007年の箱根駅伝でチームを6年ぶりの総合優勝に導きました、順天堂大学陸上部駅伝監督の中村明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂道での走りについては中村監督に解説していただきます。平らなところを走るのと、その上り坂下り坂を走る、その技術の違いっていうのがあるんですか？そうですね、やはり、ポイントを抑えなきゃいけないポイントっていうのがあります。今日はですね、はい、そのあたりを詳しく教えてください。お願いします。よろしくお願いいたします。荻原さんの走りを分析するため、こちらの研究室に移動しました。ここでスポーツバイオメカニクスを専門にしている柳谷俊夫先生にご協力していただきます。先生は生態力学の視点から陸上競技についての研究を数多くされています。ではこの傾斜をつけた、トレッドミル、今ですねスピードが10キロに設定されております。こうちょっと走ってみたいと思います。これはジョギングレベルでしょうかね？まあ、ジョギングよりはちょっと早いですかね。ジョギングより少し早め、はい、目線をもう少し前に、はい、はい、そうですね、はあ、でも傾斜がついてますから結構きついですね、はあ、そうですね、膝の使い方がうまいですね。一応これでもオリンピック行きましたんで、はい、さすがというところだと思います。膝の使い方が非常に良くて、はい、はい、いいランニングフォームだったと思います。お褒めの言葉をいただいた荻原さん、走りをさらに詳しく分析するため、このトレッドミルの周りをぐるりと囲んでいる赤外線カメラでモーションキャプチャーの撮影をします。その映像をもとに特殊なソフトで骨格を再現することで、動作をより分かりやすく分析することが可能になります。平地と上り坂の両方の走りを撮影します。上り坂になると走りにどんな変化が現れるのでしょうか？そして上り坂で有効な走り方とはどんな走りなのでしょうか？きつかったです。声張って呼んでもらっていい？選手を引退してこんなきつい思いするのは久しぶりですね。いや、先ほど練習の時に言った目線ですね、はい、目の角度がもう完全に下向いてしまってるんで。そうですね、はい、まあ、トレッドミル走り慣れてないっていうところがあると思って、やっぱり怖いのでそうやって下向いてしまうとは思うんですけど、はい、ああいうふうに目線が下がると自然に腰が引けてしまって、力が変わりにくく。さらに
柳谷先生に詳しく解説してもらいます。まあ、一見して分かるのは前傾の角度ですよね。こちら 15% 角度がつくと、こちらのギャラさんの場合こう前傾が顕著なんていうのと、頭が下向いてる、顔が下向いてる、足元見ながら走ってる。それに対してこっち平地走ってる時には比較的前を向いて走ってるということですね。これをモーションキャプチャーの骨格の映像で見てみると、その特徴がもっとはっきり現れてきます。左が坂を走った場合、右が平地を走った場合です。比較すると坂の場合には前傾しているのがよくわかります。さらに今回は上り坂といえばこの人、今井正人選手にも測定にご協力いただきました。2007年の箱根駅伝山登り区間の5区、坂道をものともせず一気に駆け上がり、4分9秒あった首位との差をひっくり返し、順天堂大学を6年ぶりの総合優勝に導きました。これで3年連続の区間新記録を樹立、山の神と称されるほどの上り坂のスペシャリストです。今井選手自身も真剣に見つめる分析結果。さあ、彼の強さの秘密はどこにあるのでしょうか。左側が角度のない時で、はい、右側が荻原さん走ったのと同じ角度、一番ついている時の走りです、はい、でこれ比べると今井選手角度がついてもあんまりこう前傾してないっていうのと、こう前傾してないっていうのと、驚くべきことに今井選手は上りになっても荻原さんに見られたような前傾はほとんど見られません。骨格の映像にしても平地と上りのフォームにほとんど差がないのが分かります。さらに2人のフォームを並べるとその差は一目瞭然です。今井選手は坂道でも前傾せずに平地と同じ姿勢を保つことにより、しっかりと地面に力を伝えることができるのです。そしてこんなところからも今井選手の強さの要因となるポイントが見えてきました。今井選手の場合は蹴った後にこう足裏が見える時間がちょっと長いんです、こっちの選手に比べて。でこっちの選手は一瞬見えてすぐにもう前に足が行ってしまう。ほうほうほう。でこういうところから今井選手はかなり力強く地面蹴っているということがこう推察されるんですね。うん。右側の今井君の場合は蹴った足がこう一回外側に回転しているのが分かるんですね。こういうふうに、これはおそらく今井君が母指球を使ってぐっと地面を押して、でそれによって前に進んでいるって、そういう動作の表れだと思うんですけど、これに対して荻原さんの足って蹴った後にそのままこう残ってるだけで、今井君に見られるようなこういう特徴が見られないんですね。今井選手の足は地面を強く蹴る反動でつま先が中に入るような回転をしています。でこの時にグッと今井君のように蹴るとですね、足は反発力を得てそのまま自然に前に行きますよね。荻原さんのように蹴り切れてないと太ももを自分で前に運ばなきゃいけないんですね。そうすると体は前に進まないですし、それから足も疲れてしまうんです。今井君のように地面グッと蹴って反発を得てそのまま自然に足が前に反力を得てスッと前に出ていくと、特に自分で前にこう足を出そうとしなくても足は前に行きますし、体も前に進んでいくんですね。その結果長時間走ると両方比較すると疲労はかなり違うんじゃないかなと思いますね。坂になっても平地と変わらないフォームと強い地面の蹴りこそが今井選手の上りの強さを生み出していたのです。下り坂ですけども、はい、
下りはまあ普通に考えたらやっぱり楽ですよね。そうですね、まあ、そういうふうに、取られがちなんですが、実際下り坂の方が大変体にはダメージがありまして、はい、特に箱根の、山下りを走った選手などは、慣れないと1週間ぐらい和式の便所に座れないぐらいダメージがあって、階段を登るのにも降りるのにもこういう状態で、まあ、1週間ぐらい役に立たないというような、状況で非常にダメージは、加わると思います。小木原さん、早速下り坂を走ります。監督、はい、私の下り坂の走り方いかがでしたでしょうか。さすがアスリートという感じでリラックスして、非常に良かったと思うんですが、ありがとうございます、まあ、たった、若干ブレーキ要素が非常に多かったかなという形で、まあ、一歩一歩踏ん張ってるというので多分明日の朝あたりは、大体の全部が、ダメージを受けてるんじゃないかなというふうに思います。はい、もうちょっとピッチを上げて回転数を上げた、下り坂ができると、もっといいと思います。監督自らお手本を見せてくれました。実は監督、学生時代箱根駅伝の山下り区間で区間記録を作ったほどの下りのスペシャリストなんです。すごいスピードです。荻原さんの走りは一歩一歩ブレーキをかけるように踏み込み、歩幅も大きくなってくるような走り方なのに対し、中村監督は小さめの歩幅で非常に速く足を回転させているのが分かります。さらに監督は蹴り足が高く上がり、足の軌道が綺麗な円を描いていますが、荻原さんは蹴り足が低いまま足を前に差し出すだけになっています。ではその楽に下り坂を走るテクニックを教えてください。まず、坂道に向きまして、はい、直立してください。はい、立ちました。で、骨盤をちょっと前傾させるような気持ちで骨盤を持って、骨盤をここですね、はい、ここを前傾、ぐっと前に出す感じ、はい、で、ちょっと胸を出していただくともう走りたくてしょうがなくなりますから、そのままの感じで、さーっとリラックスをして走り抜けていってみてください。はい、あ、なるほど。骨盤を少し前傾させて、はい、もう胸を出すことによって体が自然と前に出ますよね。で、はい、体が前に行くと、転びたくないものですから足は勝手に前に出てきますから、はい、足で走ろうと思わずに、はい、もう足はついていくだけっていう感じで、スーッと少し前傾を保ちながら走りきってください。体を前に押し出してやる感じですか。はい、はい、じゃあちょっとやってみますね。はい、やってみてください。で、ぐっと、であとは回転で、あー、なるほど。さっきよりはスピードが上がりましたね。あ、はい、確かになんか軽くなったような気がしました。もう少しリラックスをして、ええ、もう無理に腕振らなくてもいいと思うんですよ。はい、このまま走ってみて。はあ、監督早いですね。まあ少しピッチと、足の返しですね、回転で下るって僕らは言うんですけども、スーッと回転で下っていって、ええ、どうしても最初はブレーキをかけがちな走り方になっちゃいますね。やっぱり怖いですから、はい、まあ、今みたいな感じでブレーキ要素を軽減させてやると、無理な力をかけずにも速く走れるっていう、はあはあはあ、そのロードレースですと、はい、ずっとまっすぐっていうわけではないですよね。はい、まあ、上り下りそしてカーブもありますよね。はい、それぞれテクニックを変えるんですか。そうですね、こういった下りを走ってますと、ピッチを意識しても知らず知らずにストライドってのは伸びていきますので、まあ、そういったカーブがあると歩幅を短くしたり長くしたりというところの、まあ、動機づけという形ではカーブっていうのはいいポイントだというふうに思います。はい、今回給水について協力していただくのは順天堂大学陸上部女子監督の小井川夏江先生です。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は学生時代から長距離選手として活躍され、現在は順天堂大学で講師をしつつ陸上競技部の女子監督として指導されています。フルマラソンではかなりの量の汗をかいてると思うんですけども、はい、それはそれはすごいんでしょうね。どのぐらいかくと思います。 42.195 ですと、まあ、ペットボトル大きいので 1.5 リットルですよね。あのぐらい今行くか行かないかじゃないですか。ああ、だいたいまあ1時間に 1リットルから 1.5 リットルぐらいですから、3時間でゴールした場合は3リットルから 4.5 リットルぐらい
汗かくんですね。そんなにですか？そうなんですよ。ペットボトルじゃあ2本。そうです。それ以上の時もある。そうです、そうです。まあ大体個人差もありますし、体重が重い人は随分汗もかきますので、うん、違いはあるんですけれども、ただその分を全部給水で飲まなきゃいけないわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか？人が運動するときにエネルギーとなる物質グリコーゲンから水分が分離されます。その水分が発汗で失った水分のうち2リットルほど補ってくれます。よって3リットル汗をかいたら1リットルを給水によって補えばよいのです。私もよくテレビで見ますけれども、はい、マラソンランナーの皆さん一体何を飲んでらっしゃるんですか？レース中、スペシャルドリンクはですね、はい、マル秘事項なので、あら、だいたい言われない、秘密にしてあるんですけども。そうなんですか？まあ、とりあえずこれを飲んでみてください。あ、これは何ですか？水ですかね？水ですね、これは。水の中に、だいたい1リットルの中に小さじ1杯分ぐらいの食塩を溶かした水なんです。はい、あ、これ食塩水ですか？だいたい給水にはこのぐらいの電解質が、はい、入ってる方が体内の吸収がいいというふうに言われています。あ、なるほど。これはもう昔から使われているグラフになるんですけれども、運動中の水分補給と疲労のバロメーターになる直腸温度の関係を調べたものになります。長時間の運動中に全く水を飲まない群と自由に水を飲む群、そして10分ごとの休憩で汗と同量の水と塩分を取る群に分けて実験を行ったものです。水を全く飲まなかった群はあっという間に直腸温が上がって疲労困憊に陥ってしまいました。また自由に水を飲ませた群もかろうじて運動最後まで快適ゾーンで運動してるんですけれども、4時間を超えたところから急激に直腸温が上昇してしまいました。それに比べて汗と同量の水と塩を飲んだ群は運動最後まで快適に運動することができました。この結果からも運動中の水分補給は水だけを飲むんじゃなくて塩分など電解質が入ったドリンクを取った方が快適に運動できるということが分かります。で、この給水なんですけども、はい、タイミングとしてはもう喉が渇いた時に飲めばいいんですよね？それじゃちょっと遅いんですよね。喉が渇いた時に飲む時にはもうすでに 手遅れというと言葉悪いんですけども、だいたい喉が渇く前に感じる前に、はい、予備として飲んでいくってことが運動中には必要で、だいたい給水の目的っていうのは3つありまして、はい、1つは今飲まれたように水分や、電解質ですね、が発汗によって失われますので、はい、それを補ってあげるということ、はい、それから2つ目は体温を下げるということ、そして3つ目はエネルギーを使ってますので、エネルギーを補給してあげる、はい、少し糖分のようなものを入れてエネルギー補給をしてあげるという、この3つのポイントがあります。なるほど、はい、さてこちらにですね、先生にスペシャルドリンクを用意していただきましたけれども、みんな色が鮮やかですね。ぜひ飲んでみてください。これは一体何が入ってるんでしょうか？ちょっと気になりますが、はい、じゃあまずこちらの赤いものからいってみたいと思いますけど、はい、これもう見た目はトマトジュースじゃないですか？ん？これは分かりました。はい、これはスイカですね。そうです、これはスイカジュースなんですね。これは1960年のローマオリンピックと1964年の東京オリンピックでマラソンで2連覇をした、はい、アベベ選手、アベベ選手、裸足のアベベ選手と言われる、はい、そのアベベ選手がレースの時に飲んでいたと言われているジュースがスイカジュースなんですね。そうなんですか。先ほど申しましたけども、たくさんの電解質、カリウム、ナトリウムが多く含まれているフルーツだということで、アベベ選手がこれを飲んだんじゃないかと言われています。なるほど、アベベ選手はスイカがお好きだったっていうのは、ね、知りませんでしたけども。続いてのドリンクは荻原さんもこの黒い色から想像がつくということですが、その中身は？あ、やはり私の想像通りのこれはコーラですね。はい、当たりです、はい、炭酸を抜いていただいているコーラになります。スペシャルテーブル、スペシャルドリンクが始まる前の、もう大会側が用意したゼネラルテーブルには、昔はこのように炭酸を抜いたコーラを2倍に薄めたものが置かれていたっていう
話があります。なるほど、はい、これもあのやはりあの甘いですから、はい、走ってる選手なんかにはいいんでしょうね。そうですね、これもまさに栄養の補給、エネルギーの補給ということで糖分の多いものを好んで置かれていたということになります。さあそしてこれ最後のこの黄金色に輝く飲み物なんですが、これは気になりますね。これは何でしょうかね。あ、これは緑茶じゃないですか。緑茶ですね。あ、当たりました。当たりです。緑茶の中に、砂糖が、ブドウ糖が入っているお茶ということになります。あ、少しあの甘くも感じました。そうですね、実はあの黄金だけに高橋尚子選手がオリンピックの時に飲まれた、後半飲んだ給水ということになります。あ、そうなんですか、はい、金メダルの陰にはやはり金色の飲み物が長い距離を走り切るための栄養分などを考慮しつつも選手の好む味というのもスペシャルドリンクを選ぶ大切な要素だったようです。今はもう科学的にいろんなことが解明されているので、だいたいマラソンの前半は薄いもの、水とかで全然大丈夫なんですけども、はい、中盤になってくるとこのように糖分のあるものを補給して、で後半は電解質などを取って足の痙攣などを防ぐっていうことで、だいたいマラソンの中で、3段階ぐらいに分かれて、飲む給水を変えているっていうことになります。先ほどですね、はい、そのタイミングで遅い場合があるというようなこともおっしゃってましたけれども、あのそういう時っていうのはその事前に今飲まなきゃいけないわけですよね。もう喉が渇いたなと思った時飲んだとしても、その水分自体が胃を通って腸から吸収されていくのに少し時間がかかってタイムラグがあるので、あんまり喉が渇いてないんだけれども5キロとか10キロとか早い段階で吸収していくことで、ちょうど疲れた頃にこのドリンクが効いてくるということになります。ということはですよ、選手はあまりその喉が渇いてない、そんなに飲み物口にしたくないなと思いながらみんな飲んでるんですか、という場合もあります。後半に備えてね。それは知りませんでしたね先ほどのグラフでも分かるように、自由に水を飲むより決められた感覚で飲んだ方が最後まで快適に運動できるのです。このように普段の生活の中から水を計画的に取ることをウォーターローディングと呼んでいます。コーストレーニング時にウォーターローディングを行ったところ、血液が効率よく循環することも分かってきました。これは長距離選手の高地トレーニング前後の血液循環を表したグラフです。一定量の血液が人工的に作られた管を通過するのにかかった時間を示しています。通常高地トレーニングをすると血液が増加し循環が悪くなるため、高地トレーニング前と高地トレーニング後では血液の流れにこれほどの差が出てきます。被験者の血液の流れを撮影したものを見ても、その流れが悪くなっているのがよくわかります。血液循環が悪くなると疲労物質の乳酸を燃焼できなくなるため、筋肉疲労を引き起こします。そこで高地トレーニング中、起床時に 200ml、 朝練習後に 200ml といったように1日9回に分けて水を飲むというウォーターローディングプログラムを実施したところ、自由に水を飲んだ場合に比べ血液循環の改善が見られたのです。ウォーターローディングを行うことによって長時間でも快適にトレーニングすることができるのです。さあ今度は実際のレースのように走りながらの給水に挑戦です。今回はゼネラルテーブルで一般的な紙コップに水が入ったものをテーブルに並べました。荻原さん、うまく飲むことができるのでしょうか。ちょっと待ってください。これはあのどうにか取ることはできましたけれど、はい、飲めません。飲めませんか。これはゼネラルテーブルですから、はい、まあ紙コップの場合はぐしゃっと上げて、こうやって飲む。あ、っていうのがまあテクニックとしてはあります。なるほど。こう掴んで、はい、そっと持つんではなくて、そうです。もうあえても潰しちゃうんですか。そうです。こういうふうに。でも横からもこぼれないようにして飲む。
あ、確かにこれだと揉みやすいですね。はあ、いやでもあのちょっと今気になったんですけど、はい、僕右利きなんですが、はい、もう左に置いてある時点でですね、ちょっとこれは掴めるかなっていう心配になっちゃいましたね。国際レースはね、右側がゼネラルテーブルもスペシャルテーブルもあるんですけども、ええ、国内のレースはあの道路が左側通行ですので、左側に置いてあるんですね、そういう意味でちょっと取りにくさがあるかなと。はあ、いやでももう少しね、簡単に取れるかなと思ったんですが、さっきだいぶ取りづらかったと思いますが、はい、大体マラソンランナーのスペシャルドリンクは、ええ、飲みやすい口のついたペットボトルに、はい、今ではもう当たり前となってますけれども、こういう針金などをつけて左手でもくぐらせて取れば取りやすいっていうやり方をしてるんですね。なるほど、はい、あ、こういったタイプのもの見たことありますね。これですとやっぱりもう掴むっていうことじゃなくて、もう腕を振りながらこうこれでいいわけですね。そうですそうです。はははは。はでもっと目立つように、もう自分のナンバーカードを思いっきり旗を立てるとか、派手な色にするとかして目印を立てて、あと真夏のマラソンの時は2本組み合わせて、マジックテープでこれつけてあるんですけども、いつでもお水を飲んだり、スペシャルの味のついたものを飲んだりっていうのを飲み分けたり、もう1本のはかけるように飲み水にして、もう1本は飲むっていうのでくっつけているものもあります。あ、そうなんですか、はい。皆さんいろいろそのアイディアを ね絞って出してるわけですね、うん。給水補給といってもですね、ただ飲めばいいっていうことじゃないんですね。そうですね、まあ、確実に飲むということもそうですし、その中身も厳選して、はい、それが全てレースの勝敗にも関わってくるので、マラソンレースは走るだけではなくて給水も含めてマラソンレースということになると思います。こういったその給水についての研究っていうのはやはり世界中でされてるんですか？もう1960年代からもうずっとされてるんですよ。ですからどん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 中身、ドリンクの中身も進化していて、もっとさらにこれからドリンクが、新しいドリンクが開発されると、また世界記録もぐんと上がってくるんじゃないかなと思います。給水が今度世界記録に結びつくと。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。長い距離をひたすら走るロードレース、とてもシンプルな競技ですが、スタートからゴールを切るまでやらなければいけないことがたくさんあるんですね。そしてその一つ一つ、また一歩一歩が科学的分析に基づいているということがよく分かりました。これからテレビでロードレースを見るときには、選手が給水のときにどんな形のボトルを用意して何を飲んでるんだろう、そんなことを考えながら見るのもいいかもしれません。